どうも、カズドリのカズです。今回はラボーナーを浮かすコツについて解説していきたいと思います。それでは早速いってみよう。まずは意識するポイントから。ラボーナーを飛ばすには大きく分けて3つ意識するポイントがあります。まずは上半身の動き、次に軸足、最後に足の当てる位置という3つです。この3つが連動して初めてラボーナは浮かすことができます。それではまずは上半身の動きから解説していきます。横から見ると分かりやすいのですが、通常のキックと同様にラボーナを蹴る際も上半身をしならせるのがポイントです。とは言ってもどう意識したら上半身が反れるのかわからない方も多いと思います。そこで僕がおすすめするのは、蹴る足と逆の手を引くというものです。そうすることで上半身を反ることができ、ミートと同時に前傾姿勢になることができます。前から見ると右手がよく引けているのがわかると思います。次に軸足について解説します。よく軸足をボールより前に置くと言いますが、試合中は難しくないですか？そこで僕がおすすめするのがこちら。軸足に注目してご覧ください。蹴った後のフォロースルーで軸足が少し内側に入っているのがわかると思います。こうすることで軸足をボールの前に置かなくても邪魔にならずにボールを蹴ることができます。それでは最後に足のどの部分にボールを当てるかですが、僕がやりやすいのは足首をインステップの形に固めて親指の付け根あたりで蹴るやり方です。ちなみにしっかりボールにミートしてるかは音で判断しましょう。一目瞭然ならぬ一鳥瞭然だと思います。意識するポイントが分かったからといってすぐにはできません。何度も練習すればできるようになるのは僕が証明していると思うので、ぜひ練習してみてください。この動画がためになったと思ったら高評価よろしくお願いします。いろいろな動画も上げているのでチャンネル登録も忘れずに。